おーすごい。候補生の中から、プロそして、スターを見つけていくという。あーすごい。PGA 全面協力のもとスタートしたこのプロジェクト、ミッションは世界で通用するプロゴルファーの発掘。まずは合格率 8% という狭き門、プロテスト突破を目指す。我こそはと名乗りを上げた次世代のスター候補たち、その中から第1期生を選抜するべくオーディションを開催。合格すればプロさえ憧れる豪華コーチ陣の全面サポートが約束される。今こそこういう若手を育てて、もらった恩義を開始するその時だ。皆さんの人生を背負うようなつもりで戦っていきたいと思います。ゴルフ界の将来は彼らに託された。イデオニューヒーロープロスペクトジャパンゴルフ。集まったのは腕に覚えのあるゴルフエリート29名。オーディションではカリスマ井上コーチが実技とメンタル両方を2日にわたって厳しくチェック。合格者は最大でも10名程度を想定。7割近くが脱落となる。実技審査1つ目はドラゴン審査。すごい記録だ。そんな雰囲気あるけどな。北山選手キャリー295ヤードトータル323ヤードです。もうすごい。何かのっけからメジャーチャンピオンクラスの飛距離が続出。トップの323ヤードを皮切りに300ヤード超えがなんと11名。 PGA 関係者を騒然とさせた。続くアプローチパター対決でもハイレベルの攻防が。まずは6組に分かれ行われた予選結果、こちらの6名が準決勝に進出。2組に分かれての準決勝、まずは A ブロック。決勝への切符をかけた戦いが今始まる。ボールを投げて止まった場所からいきます。例えばセカンドショットを打ちましたと、奥ピンで少し左サイドに引っ掛けたと、この状況必ずパーを取らなければいけないというそういう設定でこのバンカーショットを挑んでください。はい、行きましょう。ピンまでおよそ10ヤードのバンカーショット。バンカーの難易度は高くないが、ボールの落としどころによっては難しい下りのパットになる。まずは斉藤。自分にはゴルフしかないみたいな形でずっとやってたので。かつては天才ゴルフ少年と呼ばれていた。初めて将来の夢っていうふうに思ったのが PGA ツアーでやりたいっていうところだったので。そのショットで夢を手繰り寄せるか。まあ、まずまずあれはもう少し寄せたかったけれども。続いて PGA ティーチングプロの資格を持つ近藤。はっきり言ってレッスンの道でもういいんじゃないかなって思ってたんですけど、自分の中でもやっぱもう一度トーナメントに行けるような選手になりたいなと思って。このままでは終われない夢をもう一度。これもまずまず。はい、ナイス。今年のプロテストは予選免除。ファイナルから出場する平瀬。4年連続で二次テストで一打足らずだったりとかで落ちてしまって、メンタルなのかなとは思うんですけど、1回のお叩きで落ちてしまったりっていうのが目立ってたので。弱い己に打ち勝たなければ明日はない。どうだ。うまい。
最高。うまい。うん、最高。いい表情ですね。一発勝負で見事なリカバリー。同じ組の2人にプレッシャーをかける。現状では平瀬くんのパーはほぼほぼ確定と言えるような位置にあるんで、まあ、両選手がどうやってね、あのパターを入れるかっていうところになるんでしょう。難しい距離、絶対に外せない位置だ。素晴らしい。強さがいいね。こんなところで負けられるか。強気のパッティングでねじ込んだ運命の一打。はい、まあ、いい距離感ね、いいスピードだったんですけど、まあでもね、決して優しい距離じゃないから。いや悔しかったですね。ちょっとラインは分かってたんですけど引っ掛けちゃったんでミスパットですね。うん、平瀬これを入れればプレーオフ、外せばここで敗退。いや、いい勝負なんじゃないですか。うん、はい、じゃあ次のホール行きましょう。準決勝 A ブロックはプレーオフに突入。次の状況なんですけれども、はいはい、グリーンの手前に外れましたと、はい、で特にこういう上っているグリーンっていうのは、はい、この急激な傾斜で少し手前に戻ってきやすいんですよね。そうですね。なので、はい、上がって戻ってきたっていうこのポジションで、しかも2段グリーンに上がってすぐのピンポジション、よくあるロケーションなんですよ。はい、まあ、この2人がどういう風に攻めて、はい、まあ、2で上がるかっていうところをちょっと見てみたいなと思います。はい、あ、これはこれで、あ、いいんじゃないですかね。はい、距離の違いはあれどなかなか難しいと思います。はい、今度はグリーン手前の傾斜からピンまではおよそ25ヤード、上りの2段グリーンを越え奥までしっかり打てるか。あんまり得意じゃないロケーションなんでイメージしにくいなと思います。いや、ほんとさっきからすごい微妙なところにあるんですよねっていうのが結構難しいです。いや、まあ、まずまず、はい、ちょっと思ったよりいかな打てなかったですかね。本当もうちょっと強気にっていうか、もうちょっと曲がってさっきのラインにつけたかったんですけど、うん、ちょっと分かったですね。うまい。イメージ通りではない。ではなかったですね。ちょっと飛びすぎちゃったかなっていう、うん、はい、斉藤が上りのパットを残したのに対し平瀬は下りの難しいパットを残してしまった。全然わかんないですね。まあ、2人とも難しいですから、うん、ラインが。勝負に蹴りをつけられるか。おー、
すごい。ナイス。入れた。いやすごいよ。さすが。準決勝 A ブロック。勝ち上がったのは平瀬。そんなに難しいパットじゃなかったんですけど、自分がミスしましたね。ちょっと悔しいですね。パターが僕は苦手なので。あ、そうなんですか。綺麗な転がりで打てれば入るし。どうかなっていう感じだったのでちょっとホッとしてますね。続いて準決勝 B ブロック約30ヤードのロングバンカーショットでいきたいと思います、うん、ロングホールセカンドショットピン奥で狙ってきて右手前のバンカーに入ってこれがロングの3打目でバーディーを取りたいという設定でいきます。こちらもバンカーからピンまでおよそ30ヤード、グリーンは左にフックする傾斜。まずは兄弟で参加、熊谷ブラザーズの兄。僕がかなり前にエントリーして、弟がその後エントリーしたみたいで、僕も最近知ったんですけど、できれば2人で合格したいです。弟の方が高校時代とかは成績もいいので、もうなんなら一番のライバルだと一番負けたくないので、全部勝ちたいと思います。お兄さんに勝ちたいですか？勝ちたいです。しかし、ライバルである弟は決めきれず予選敗退。兄としてリードできるか。ああうまい。ナイス。ゴルフ歴わずか1年半の谷原。うわあ、うわあ、すごい、すごい、うん、すごいすごい。応募者の中で唯一ドラコンを主戦場にしている飛ばし屋。そんな男がなぜエントリーを？一番最高い目標を言ってしまうと世界一のドラコンを一番飛ばす、まあ、世界人類で一番飛ばす人になりたくて、まあ、ドラコン選手だから飛ばすだけでしょうとかそんな上手くないんでしょうとか。いう意見もいただいたりすることがあって、ゴルフ前にドラゴンプレイヤーもいてもっと知名度を上げていきたいなと思ってます。有言実行、見事予選を突破。この男何かを持っている。うん、ちょっとラインは出なかったですけど、1年っていうことを考えたらうまいなと思う。1年ですか？はい、1年です。本当に1年ですか？本当に1年です。なんと天才なんじゃないか。最後は駒澤。アマでの実績は十分の実力者。3年プロテスト受けてるんですけど、セカンドでずっと落ちていて、スイングを教えてもらうコーチっていうのがずっといなくて、このままだと絶対受からないと思ったので、ちょっと何かチャレンジしてみたいなと思って。このプロジェクトで一皮むけたい、思いを届け。ちょっと熱く入った。もうちょっと寄せたかったでしょうけどね。ただ一人ワンピン以内に寄せた熊谷兄が圧倒的有利だが、逃げ切りか、それとも逆転か。決めきれず、はい、いや完璧だったんだけどな今。こう立ち振る舞い、初心者はピンに寄せることすら難しい5メートル超えのロングパット。ミラクルショットよ、もう一度。来るか。アプローチパター対決、
準決勝 B ブロックを勝ち上がるのは。おー、惜しい。いやでもなかなかいい感じしてる、ね、入る雰囲気を持ってたよ。惜しかった惜しかった。カップ際ボールが切れて惜しくもカップインならず。熊谷に決めれば決勝進出。これもプレッシャーか、無情にカップ左に抜ける、まあ、若干左かけちゃったのもあるかもしれないですけど、思ったより切れなかったのが結構気持ちは込めてたんですが、ちょっと読みが違ってました。次頑張ります。なんでここまで生き残ってるか本当不思議でしょうがないんですけど、次任してください、ね、B ブロックもプレーオフに突入。はい、今度はグリーン奥のラフからカップまではおよそ15ヤード。下り傾斜も入るためボールの落としどころが鍵となる。仕切り直しは駒澤から。うまい、うまい。これはなかなか、いや、うまっ。はい、デリケートな。うまい、はい、今のはもうグリーンキャリーすると、はい、また奥に行くっていうことで、はい、ああいうポジションを狙ってましたね。そうなんですね。続いては持ってる男谷原。ちょっとダフったけど、うん、でもはい、うん、はい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 、まあしょうがないですね、うん、はい、自分のイメージした感じではなかったと思う。ちょっと違う。はい、これも手前から勢いを殺して、うん、まあ、まずまず、うん、はい、うん、ワンピン以内につけた熊谷兄と駒澤に対し、谷原は5メートル以上のパットを残してしまった。万事休すか。まず最初、ね、距離が遠い谷原選手から。惜しい。でもなかなかね、距離感も含めてしっかりしてますけどね、うんうん。決めきれなかったが納得の表情。そして見事なアプローチを見せた駒澤。切れなかった。打った瞬間なんか分かったな。熊谷兄、今度こそ決められるか、それとも再びプレーオフか。うん、素晴らしい。ナイス。準決勝 B ブロック、勝ち上がったのは熊谷兄。自分のミスなんですごい悔しいです。なんか僕今日ドラコンで出番終わると思ってたんですけど、意外と爪痕残してるんで。いや、もう本当に嬉しいですね。チャンス決められないとやっぱりいけないので、しっかりと打つことができたので良かったと思います。アプローチパター対決、決勝は平瀬 VS 熊谷兄。特別ルールが設けられた。こういう状況に行ったら、まあ、どうするんだというところも含めてですね、うん、はい、松さんに一つ選んでいただいてやっていきたいと思います、はい、こんなとこ自分だったら絶対嫌ですもんね。我々プロでも難しいと思いますけどいいですよ、いいですよ。グリーンを越えて
でさらにバンカーも越えてこの傾斜まで行ってしまったっていう設定ですかね。決勝1ホール目はバンカー越えおよそ20ヤードのアプローチ。プロでも難しい左足下がりのショットに加え、グリーンは下り傾斜と難易度は最高レベル。松が選んだこのド S すぎるポイント、攻略の糸口は。今松さんが選んでいただいた左足下がりの傾斜はこれ以上傾斜が強かったらもうほぼ打てないっていうぐらいの角度のところに置いてあるんですね。はい、この状況で、まあ、ボールをもちろん若干なりとも上げなきゃいけないんですよ、うん、左足下がりの状況で。だいぶ技術的には難しい、ね、はい、いや、いいと思います。さあどうする。結構こういうショット珍しいですか。いや、まあたまに あるじゃあるんですけど、やっぱりなかなかこの景色は打ったことがあんまりないので、うん、まあ、グリーン乗ったら僕はいいかなと思ってます。状況的には僕は得意なんですけど、ちょっと思ってるよりボールが沈んじゃってるので、ワンクッション落としてから打勢でピンまで行ってくれるようなショットを打てれば。こういう状況がプロテストでもね、絶対起こらないなんてことはないですから、うんうんうん、で通常マネジメントでこういうところに来ないように防ぐんですよ。で防ぐんですけど、はい、でもそう思ってても分からない事態ってあるの で、 そうですよ、ね、あります、あります。2人ともほらだいぶ今落とし所、今立ってるところがここ落ちたらどうなるって想定をしてるんですよ。なるほど。でも落とせるエリアがすごい狭いんで、はい、あの辺を狙っ ってそうです、そうです、そうです。まずは熊谷兄、いやあ、いや強かったか。でもね、あれは悪くないです、はい、悪くない。あのぐらいはまだ、うん、悪くない、まだまだ全然あの想定できる悪い中でもまだ全然いい方です。あ、そして平瀬、強くなっちゃうんだ、うん、ちょっと柔らかくこうスピンをかけてみたいなイメージだったんですけど、ボールがちょっとね前に出ちゃいましたね。すごいでもタッチがすごいね。あのウェッジワークがもう本当にプロの中でも上質なレベルだね、うん、まあでもいい距離感、うまい、はい、素晴らしいですね。1ホール目は両者苦しみながらもしっかりまとめドロー、うん、ナイス。そして2ホール目、勝つのはどっちだ。これはちょっと、いやー来た、おー、最後それ入る。決勝2ホール目はこのグリーンサイド、今2段グリーン、横にある2段グリーンの左サイドに外れたという状況を設定しています、はい、まあ、落とし場所が実はあまり通常で打つとないというか傾斜地になってしまうんですね、はい、通常のピッチエンドランで打ちますとどうしてもその傾斜が気になると、はい、落とし場所と球筋を限定された状況なので、はい、この状況は高い技術力とセンスが要求される。グリーン左サイドおよそ40ヤードのアプローチ、すぐに2段グリーンが待ち構えているため落としどころがかなり限られる。決勝にふさわしい難易度、はい、今度は平瀬から。スピンかけてきましたよ。ほら、いやーもうあのねかかりすぎた、なんかよく我々がよく言ううますぎたっていうやつですね。高く上げずに強く入れて、傾斜があるんでちょっとピンの方に流れるかなと思ったんですけど、思っ
てる倍ぐらい球が止まっちゃったので熊谷兄、平瀬より内側に止めてプレッシャーをかけたい。これはちょっとダフった、これはちょっとダフったミスだけど、少しね段に救われて下まで行くでしょうけど、あーでもね、あーなるほど、難しいんすよね難しい難しいんすよ、まあ、ちょっと技術不足でした。今日は結構パターでカバーできているので、今の失敗もパターでカバーしていきたいと思います。およそ7メートル、カップ手前から切れていく上りのスライスライン。いやー来た、おーあー来た、おーおー最後それ入る、いやー来た、おー自分を信じることができた最高のパッティング。決着か、プレーオフか。しっかり打った、軽打った、うわいや、いや、いい勝負、素晴らしいね、素晴らしい、いい勝負、見応え満載だったなね、えすごい試合見てるみたいだったアプローチパター対決制したのは熊谷兄。これで初日の技術審査が終了、ハイレベルな戦いとなった。今日が終わって成績がいいからといって絶対選ばれるということはありません。かなり明日のウエイトが大きいというふうに認識してください。自分のその人生をかけて自分がゴルフにかける気持ちというのをぶつけてください。次週面談審査がスタート。面接官として令和の虎ドラゴン細井、元ラグビー日本代表メンタルコーチ荒木香織が登場。やっぱりもう一度プロに真剣に目指したいと、すごく悩んだんですけれども、もう一度チャレンジすることに決めました。やっぱりめちゃくちゃ悔しくて、候補生たちのゴルフへの思いが溢れ出る。だがチャンピオンが考えるゴルフを、まあ、あなたも真似しなきゃいけないわけじゃないですか、はい、できてないから前回の失敗しちゃったってことなんですか。プレッシャーに負けてる自分がいるっていうのはすごく感じるんですけど。プレッシャーって何色ですか。はい、プレッシャーって何色ですか。何色、色はちょっと分からない。緊張感が張り詰める。それでは早速、そして第1期生が決定。合格者は